人の思いは果てしなく、最小限の犠牲による乱世終結、それは賢人たちに課せられた永遠の課題、命を削って挑む問い。太平への願いは敵味方をも超える。優しき軍師小早川隆景が導き出した答えとは。賢人の章。さて、この海戦、織田が勝つか毛利が勝つか。数的にはこっち織田有利だけど、敵には小早川隆景がいる。君の才見せてくれるかい、隆景。旋回。逃げる気か、臆病者の毛利め。突撃、中央から分断して敵戦に乗り込め。ああ、わざと分断させてたんだ。こりゃ積んだな。砲録飛矢、戦車用意、撃て。かわいい顔してやるよね、彼。それも全部民を救うためなんだもん。怖いんだか優しいんだか、ああいう軍師、官兵衛殿好きでしょ。行くぞ、隆景を倒す策を練らねばならぬ。天下布武、織田信長が敷く苛烈な道は民にも酷な決断を迫った。新たな時代に生きたくば己を変えよ、とどまるものは無価値であると。その強引で急速な変革に対し、最下孫一らが反抗、か弱い民と共に信長に抵抗した。毛利軍の軍師小早川隆景はそんな民を救うべく、毛利水軍を率いて織田軍を粉砕。その後再び救援要請を受けた隆景は、最下衆と民を救うため織田軍と対峙する。信長、そして織田軍の軍師である竹中半兵衛と黒田官兵衛は秘策を持って隆景に再戦を挑んだ。賢人の章、木津川口の戦い。一生は夢の間なれば。いらっしゃいませ。珍しい品を見、毎度ありがとうございます。隠居っぽいね、お互い。民が心配です。
合流を急ぎましょう。エルモンドは一の船の守備を頼みます。承知しました。おじる、ここは通さねえぜ。いい男には敵がよいってか。ここまではうまくいきましたね。次の一手に繋げなければ。そうだね、やろう。これぞ本領。本領。さすがですね。お待たせしました。しなかった。忘れられなかった。いかがでしたか。敵将討ち取りました。開門。皆さん、遅くなって申し訳ありません。奥の手だ。やっと毛利が来てくれたか。お前ら、こっから巻き返していくぞ。敵が勢いづいてきた。そろそろ本陣の守りを固めとこうかな。敵は落ち着いてるぞ。一気にやっちまえ。開門。うまくことが運びすぎているような。考えすぎでしょうか。これぞ本領。失礼しましょう。you
鮮やかなお手並み拝見しました。やるしかないか。この戦次の一手につなげなければ。打ち取りました。そうだね、やろう。ああ、やられちゃった。これにて俺たち敗北確定。なんてね。さすが官兵衛殿、頃合いを外さないよね。兵が敵を本陣に引きつけるのを待っていたにすぎ。はい、わかりました。勝利条件変更。確かに脅威ですが、射程は短い様子。今は撃たせておきましょう。ここで焦っては敵の思いです。それにまだ僕の手を残していますから。あの、兵は目を下がる。その体では長い戦に耐えられない。官兵衛殿に優しくされると嬉しいな。大丈夫、今日は欲しいからさ。やるしかないか。ここまではうまくいきました。誰が彼の救おうなど今どれも知らない。兵の被害を抑えたくば民を見捨てることだ。民を見捨てるのは何も成し得ません。民を見捨て救ってみせます。これもお役目なれば。いざ。敵軍師がまだ何か隠しているとすれば、テルモトが守るあの剣、叩いておくにしかずだ。私は本来、はい、わかりました。頭脳労働専門なんだけどね。やるしかないか。この戦果、次の一手につなげなければ。なんと見事な。鮮やかなお手並みを拝見しました。
専門なんだけどね。撃ち取りました。神妙を突す。ただそれだけのこと。敵将、撃ち取ったよ。させてくれる高校息子だ。本当にみんな救ったってことか。大したやつだぜ。民兵がどんどん引いていきよる。このまま毛利も逃げて戦はしまいかの。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。そうだね、やろう。今です。一の船に合図を。あの鉄張りの巨船を攻めるのです。ここまで来い。戦いがあったわ。者ども一斉に進軍せよ。やるしかないか。伏兵を出したくなる機会はいくらもあったはず。よくここまで捕らえたもんだ。甘いだけかと思ったら何を使ってるの。俺、高影さんのこと嫌いじゃないかも。敵戦の制圧になりましたね。では南の海路に退却してください。へえ、あの大きい船を食べに逃げるつもりなの。賢いな。気楽なこと。急に追撃せねばなるまい。俺も行くよ。
高影さんに挨拶もしておきたいしね。来客の指揮は神殿にお任せします。私は追っ手を止めてまいりましょう。はい、わかりました。まだそんな戦力もあるとは。若いっていうのは素晴らしいな。毛利元就、兵を撃たねば乱世は治めらぬ。その不備もらい受けるぞ。これぞ本領。本領を見せします。乱世の収束が決まるので案外高影と気が合うかもしれないね。敵将撃ち取りました。竹中半兵衛に黒田官兵衛、なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か。高影と気が合いそうな二人だね。やるね、小早川隆景。その恐るべき才、そして裏腹な優しさ。ま、乾杯かな。ところで官兵衛殿、顔色悪いよ。もしかして死んじゃったりしない？この顔色は元からだ。心配には及ばぬ。死を覚悟してる人ってそうやって隠そうとするよね。心配させまいって変に気使ってさ。官兵衛殿が死んだ後、秀吉様に天下統一の策を授ける人がいなくなっちゃう。私が万一死んだとしても兄がいるではないか。無理だよ、俺一人でなんて。ねえ官兵衛殿、心当たりない？天下を治める策を一緒に練れる軍師。一人いるとすれば小早川隆景か。いい人選だね。彼なら才も十分だし、官兵衛殿同様優しいし。私は優しくない。兵の認識違いだ。うん、戦を見れば分かっちゃうよ。多分その小早川隆景にもね。うん、これで官兵衛殿が死んだ後も大丈夫。世を太平に導けること間違いなしだ。私が近いうちに死ぬのは決定事項なのか。軍師たるもの、あらゆる事態を想定しておかないとね。あ、そうだ官兵衛殿、もし俺が万が一死んじゃったとしても今の策を置き換えてやればいいからね。